戦国時代の農民たちの暮らし。こんにちは、なでしこです。戦国時代といえば、やはり戦国武将たちの存在が大きく、その暮らしぶりや生涯を取り上げるドラマや小説がほとんどです。そのため、戦国時代の農民たちの暮らしについてはあまりわからないという人も多いのではないでしょうか。しかし、戦国時代の日本の人口は1200万人程度だったと言われており、その9割を農民たちが占めていたのです。そこで今回は、戦国の世を支えた農民たちの暮らしについてご紹介していきたいと思います。農民たちの一日ルーティン。戦国時代の農民たちの朝は早く、朝3時には起床します。これは農民たちが野党や近隣の村からの野襲を警戒するためです。戦国時代は現代のように食料が豊富な時代ではなく、飢餓に苦しむ人々がたくさんいました。また、合戦で領地を奪われた人々には帰る家がなくなってしまうので、そんな人々が野党となり、野襲を仕掛けて食料を奪っていたのです。実は武将たちも朝早くに起きて、この野襲を警戒していたようです。そして農民たちは起床をすると、朝から水浴びをします。今でいう朝シャンです。もちろんですが、シャンプーやボディーソープなどはないため、シンプルに井戸水を頭からかぶるだけだったようです。夏は気持ちいいでしょうが、冬は凍えてしまいそうです。しかし、温かいお風呂に入れるのは一部の権力者だけの特権だったのです。朝の水浴びを終えると、農民たちは朝食をとります。当時は朝と夜の1日2食で主食多めの食事だったようです。主食となるのは、アワやヒエなどの雑穀で、納税のために必要な白米は食べることができませんでした。こう見ると、前回ご紹介した平安時代の庶民の暮らしからほとんど進化がないように思えます。しかし、当時の農民たちの食事スタイルは、主食、味噌汁、漬物ととても質素なのですが、味噌汁にはたくさんの野菜が入っており、主食のご飯も1食で2合ほど食べていたようで、お腹いっぱい食べられないということはなかったようです。朝食を終えると農作業へ出かけ、夕方4時頃になると家に帰ってご飯を食べます。そして腹ごしらえをした農民たちが、その後何をしていたのかというと、漁売です。江戸時代になると漁売文化は廃れていきますが、それまでは盛んに行われていた文化だったのです。そして明かりがなく、夜は妖怪や物のけが出て危険と考えられていたため、夜7時にもなると就寝の時間となります。ドラマなどでは布団で寝ている描写があったりしますが、戦国時代に布団はなく、実は江戸時代から普及したものです。そのため、武将たちは畳の上で寝て、お金のない農民たちは床で寝ていたようです。農民たちは普段農作業を仕事としていますが、城作りの時には殿様に駆り出されたり、兵士として合戦に出陣することもありました。戦国時代の農民の仕事。戦国時代の農民たちは他の時代とは違い、平常時期の他に戦の時期がありました。とはいえ、いつも戦をしているわけではないので、基本的には自分の住んでいる場所で農作業や野良仕事を行います。各大名、領主にとって農民が納める年貢の収穫量は、多ければ多いほど経済的に潤い、またさらなる勢力拡大のための資金源となりました。そのため、米の収穫高を上げるため、既存の田んぼを守るための工事を積極的に行いました。新源堤など洪水対策のための治水工事で新しい堤を作ったり、不毛の荒れ地を新たに開墾し、農作物が作れる場所に改良する工事などを行ったりしました。また大名は築城や補修などをするときには、農民に声をかけて手伝わせます。これらの一連の作業は男性の仕事で、女性たちは何をしていたかといえば、主に織物をしていました。室町時代以降に絹の生産が盛んになり、各地で絹市が立つと、女性たちはそこで仕入れた生糸をもとに副業として織物を織っていたのです。一方で、戦の時期の仕事はというと、農民たちは足軽として大名から駆り出されます。ただ、農民にとって足軽として最前線で戦うことは、最も命を奪われるリスクが高い仕事です。しかし、運よく敵将の首を取れば手柄となり、武士として採用されるチャンスでもあるのです。こうして農民だった人が運よく武将として出世する例も、戦国時代にはよくあることだったのです。その中でも最も有名なのが豊臣秀吉です。
豊臣秀吉は農民から織田信長に仕え、やがて天下人になった人物です。また、戦の後にも農民たちには別のチャンスがありました。それは落ち武者狩りです。大きな戦が終われば、負けた方の武将は再起を図るためにその場から逃亡しますが、山の中では落ち武者狩りの農民が彼らの命を狙うためチャンスを伺っていました。もし落ち武者を討ち取って、その首を勝利した方の武将に届ければ、思わぬ褒美、収入につながるからです。戦国時代は下克上の時代だったので、農民たちにも出世の可能性が大きい時代だったのです。農民たちの戦事情。戦国時代といえば戦というように、至るところで合戦が繰り広げられていた時代です。時には農民たちも戦を起こすことがあり、有名なのが一揆です。徳川家康や前田利家を苦しませたのが浄土真宗の農民による一向一揆です。このように農民でも台頭し、刀、脇差し、槍、弓、鉄砲を所持していました。当時の合戦は武士だけのものではなく、実際に農民対農民の合戦も起こっています。村同士で援軍を送り合い、老人も武器を取り、女性も後方支援に駆り出されるなど、本格的な戦が繰り広げられていました。かなり本格的な戦だったため、戦費も莫大なものでした。場合によっては数年がかりで戦費を返済しながら、農民たちはお互いに戦っていたのです。領主にまで強力を請うこともあり、領主たちまでも巻き込まれる存在となるのです。農民が領主をも巻き込んだのが戦国時代なわけです。そんな彼らは一方的に収奪されていただけではなく、世直しを求めることもしばしばあったようです。結局農民たちが一揆などの争いを起こすと大変なので、豊臣秀吉が刀狩り令により、刀や脇差し、弓、槍、鉄砲などの所有を放棄させています。過酷すぎる開拓農民。これまで紹介してきたのは農地を持っている農民でしたが、実は農地を持たない農民である開拓農民という存在もいました。戦国時代には戦乱に追われていたものの、納税が厳しすぎて逃亡したものや、新しい土地を開拓した農民たちがいました。彼らは村には住めないため、山奥や山頂付近で暮らしていたようです。開拓農民は家を建てる技術も持っていないものが多かったため、村にいる農民たちより家はかなりボロかったようです。また、山奥や山頂付近で暮らしているため、イノシシやクマなどの獣に襲われる危険性もありました。そこで開拓農民たちは交代で睡眠をとって、警備をする必要があり、睡眠時間は普通の農民たちよりかなり少なかったようです。普通の農民たちは井戸水で朝水浴びをしていましたが、開拓農民は井戸を持っていなかったため、川の水を浴びます。また、開拓農民には農地がないため、もともと持っていた食料を切り崩して生活をするか、木の実やキノコ、獣を飼ったりしながら食事をとっていました。開拓農民たちは農地を持っていないため、耕す土地がありません。そのため、木を切り倒して更地を作るところから始めなければなりませんでした。しかし、チェーンソーなんてものは存在しない時代なので、木を切り倒すのにも一苦労で、木の根っこを引き抜く作業はかなりの重労働でした。このように一日中働き、仕事を終えて帰宅すると疲れ果ててしまっていたため、夜這いをする余裕もなく就寝していたようです。しかし、一度開拓が成功してしまえば、他に娯楽もないので、夜這いが盛んに行われるようになったようです。開拓農民たちの生活は、村の農民たちの生活に比べると、何倍も過酷な日々を送っていたようです。ということで今回は、戦国時代の農民たちの暮らしについてご紹介しました。農民たちは農作業に戦にと、かなり過酷な毎日を送っていたようです。しかし、戦が多かった分、出世のチャンスもあり、農民から天下人へなんて例まであるほど、誰にでも下克上のチャンスがある時代でした。このチャンネルでは、様々な時代の文化や風習についてご紹介しています。少しでも面白かったと思っていただけましたら、高評価やチャンネル登録、コメント欄で応援いただけると嬉しいです。それではこの辺で、また次回のなでしこの歴史の時間でお会いしましょう。